ロックエギネール・サンテゴネック、またはロケ・ギネール・サンテゴネックは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール県のかつてのコミューン。聖エギネールの泉ロックエギネール・サンテゴネックは、同じ県内のプルディリ郡にあるロックエギネールと混同してはならない。コミューンの長であるフランソワー・ズラウは、2010年にこう述べている。 小さな村ロックエギネールサンテゴネックはサンテゴネックとロックエギネールというコミューンの名前との類似に悩まされている手紙は届かず誤ったコミューンに郵送される観光客は行き先を間違える少なくとも週に2度ある沿岸河川のペンゼ川に囲まれているこれは隣のコミューンサンソビュールとの境界になっている村は 標高約110メートルの位置にある、教会の庭に残る、鉄器時代の石碑。キリスト教伝来後は、キリスト貼り付け像が付け足されマイルストーンとなった、コミューン名は、ブルトン語のロック、セイ・エギネールに由来する。ロックエギネールサンテゴネックは、古代から、ブルターニュ内陸部を横断する通路の場所であった。鉄器時代からの石碑があり、ローマ時代には、 ウォルギウムからトレンテ間のローマ街道に沿ってマイルストーンに置き換えられた。中世の間にキリスト教が布教し狭い教会過去位置の中に村があった。最初に名前が登場するのは1652年である。10世紀から13世紀の間に封建時代のモッドが村に近接した堀の掘られたところに築かれた。 高さは120メートル、円周は12メートルであった。ローマ時代からある道を引き継いだ、ペンゼ川を渡る道を監視するためのものだった。長い間、ロックエギネールサンテゴネックは、プルネウールメネズ教区の小教区で、コミューン名と同じ聖エギネールだけでなく、聖ジャンバティストに剣道された教会を持っていた。村からそれほど、遠くないラフィエに、 エルサレムの西洋派歴史団のコマンドリーが存在していたからである。村は1955年5月25日より現在のロックエギネールサンテゴネックが正式名称となった。2016年1月1日、サンテゴネックと合併し、新たにサンテゴネック、ロックエギネールとなった。16世紀から17世紀、プルネウールメネズにおいて、 雨と朝による織物製造が非常に発展した。これは、ルレック修道院に近かったことが一因である。聖職者たちは、このような経済活動の発展を奨励し、後にロックエギネールサンテゴネックとなる教区を含む一部から、ジュロットという社会的階層の出現を流した。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 i NSEE。 ありがとうございます。